こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマは、仕事や恋愛で全く意欲が湧かないっていうものを改善する方法についてです。私たちは誰でも何やっても無駄かなというような思いに陥ることってありますよね。そして絶望的な気分になってしまいます。でも大抵の場合は気分も変わってきて、なんとかなりそうかなというふうに思えてきて、楽観的になっていくというものです。ただあまりにもうまくいかないということが多すぎると、何やっても無駄、ダメだというふうに学習をしてしまうんですね。そうすると本当は簡単にやれることでももう鼻から諦めてしまうというふうになってしまうんですね。当然うまくいきませんよね。このような諦めというものを学習性無力感というふうに呼びます。無力感を学習してしまったんですよね。このような状態からどうすれば抜け出せるかということについてのヒントをお伝えできます。まずは慢性的な無力感を和らげるシンプルなテクニックについて。長年積み重ねてきた無力感というものはいきなり前向きなものにするということはできないですね。無理にモチベーションを上げようとしても苦しくなるだけです。かといってただこれを様子を見ているというだけでもそのまま無力感が続くだけだったりしますね。でそんな時におすすめなのは、この無力感や絶望感を弱めるような言葉を使っていくというものですね。例えば本当にどうしようもないななんていうふうに思っていたとしたら、その時に今のところはという言葉を付け加えていくんです。これは無力感、絶望感自体をいきなり前向きにしてしまうというような、こういう無理をしていないんですね。だから負担もかからずに受け入れやすいです。しかし同時に今の状態が続くとも限らないということを暗にこう含んでいるんですね。今のところはという言葉は、こういった言葉をちょっと付け加えるだけでも無力感というものが和らいでいきます。もちろん楽観的というわけにはいきませんけども、このくらいの方が無理がないんですよね。こういったプチ変化から始めるというのがおすすめです。あと小さな変化を承認するということも非常にいいんですね。子供の頃からうまくいかないということがあまりにも多いと、小さな変化というものはもうどうでもいいというふうに思ってしまうんですね。今の状態は非常に苦しいので、良くなることを完全にこう諦めている一方で、良くなるためにはこう完璧というのでなければそう思えないというふうになってしまうんですね。この完璧主義と諦めということがこうセットになっているということですね。そうすると完璧に何かできさえすればいいけれども、そもそももう無理っていう風になってしまうということで、これはもう諦めが先に立ってしまって、モチベーションが湧くっていうことはまずなくなってしまいますね。完璧主義がもう諦めの原因になっているっていうことですね。少し結果が出たとしても、こんなの大したことない、意味がない、全く関係ないっていう風に思ってしまうということで、結果的に抜け出せなくなってしまうということですね。この状態から抜け出すためには、何らかの行動がまずできるということが大切ですね。成果は関係なく、まずは行動ができるということですね。それ自体が成果というふうに思えるといいと思います。そしてこのステップに進むための方法としては、今のところ行動する気すら起きないというふうに自分に言ってあげるといいでしょうね。これは今行動できないということについて肯定してますし、でも暗にいずれ変わっていくというものを含んでいますから、なんとなく雰囲気が変わってくるんですね。そして行動したとしても意味がないっていうふうに思ってしまったら、今のところ行動したことを評価できないっていうふうに言ってあげるといいでしょうね。そうしますとだん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 雰囲気が変わってきて、行動したこと自体もあ、ちゃんとやれたなというような評価ができるようになっていくでしょうね。これは非常に小さなステップに思えるかもしれませんけども、実際は非常に大きいステップになりますね。なぜならば成果とは関係なく、まずは評価をできるということ自体が無力感を和らげてくれるからです。そして自分はやれるというような自己効力感も出てきます。もともと無力感というものが身についてしまったのは、これとまさに逆をやっていたということになりますから、またそこを積み上げていくようなことをスモールステップでゆっくりやっていくということが大切ですね。でもどうしても諦めとともに何とかしたいという思いがあると、
こんなペースではいつまで経っても拉致が開かないっていうふうに思ってしまうかもしれません。でもそれは大丈夫です。最初に大切なのは勢いよく変わることではなくて、無力感があるゆえに動けないという悪循環を断ち切るというところですね。動けるようになるかどうかというところがまずポイントと言ってもいいでしょう。そこを少しでも動けたことを認めることができれば、ここは悪循環を断ち切ったことになりますから、動けるように自然になってくるんですね。そしてさらに動けるからまた認めていく。この好循環の輪を少しずつ大きくしていくというイメージです。ですから行動は最初はあえて小さいものの方がいいというふうに言えると思います。でも勢いがついてくると徐々にスピードがアップしていって、だんだんいい方向に進んでいきますね。行動力が小さいものであっても加速がつき始めてくるとかなりいいところまで行っているというふうに評価してあげてもいいと思います。そしてさらにそれが加速していくということですね。ただ変化し始めたとしてもあまり進捗状況について一喜一憂しない方がいいでしょうね。なぜならばトントン拍子というわけにはいかないんですね。どうしてもこの変化の仕方っていうのを上りのエスカレーターのようにぐん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 上がっていくっていうようなそういうイメージを持っている方多いんですけど、まあ、そのようになることは非常に稀ですね。多くの場合アップダウンっていうものを繰り返しながら全体的に底上げされていくっていう感じですね。もし上りのエスカレーターイメージを持っていると少し停滞したり後退すると途端に無力感、絶望感が繰り返してきます。これは少し芽が出て膨らんできた自己効力感というものが吹っ飛んでしまうことになりますから、また逆戻りということになりかねませんね。そうならないためにはそもそも回復っていうものはアップダウンを繰り返しながら底上げされていくっていう回復イメージをしっかり持っておくということが大切ですね。あとコントロールができることにのみ焦点を当てるということをすることが自分に対する肯定感、効力感をさらに上げてくれます。実際仕事でも恋愛でも自分次第で 100% コントロールできるというジャンルではそもそもありません。しかし行動が増えてくるとこのことが分かっていても欲が出てきて全て結果につなげたい、そうならないとひどく落胆するというふうになりやすいんですね。このように自分の価値とは関係なくうまくいかないということはいくらでもあるんですね。例えば恋愛で相手の人と仲良くなりたいと思っていても状況的にそれどころではなかったり、そもそも好みが合わないということありますよね。これはもう努力をいくらにしたとしてもうまくいかないということになるということは誰にでもあるわけです。仕事も同じですね。簡単なもので一人でやりきるものであればいいですけれども、難しくて他の人の協力とかあるいは状況というものが絡んでいる場合には何をどうやってもうまくいかないということは誰にでもあるんですね。ですから結果が出るかどうかということだけに焦点を当てるのは避けた方がいいです。それは自分の能力の問題でなったわけではないのに自分はダメだというふうに思ってまた無力感がぶり返してきますから、自分のコントロールできることとコントロールできないことというのをしっかり区別していくということが大切ですね。行動というものは自分のコントロールのことですから、まずはそこをできたところを認めていきましょう。結果はどうあってもよくやっているというねぎらいもあるといいでしょうね。そして自分ができる範囲のことを試行錯誤しながら承認やねぎらしていく、そして自分ができる範囲のことで試行錯誤していくのがいいでしょうね。承認とかねぎらいというものは結果伴わなくても行動を続けるエネルギー源になるからです。それはうまくいくという確率を高めてくれますし、自己効力感も上がっていくことでしょう。以上、ご参考になれば幸いです。